みんな注目、グレタ君、はい、みっちゃん、はい、えなめ君、はい、谷岡、はい、生田君、はい、坂梨、はい、木村、はい、大村、はい、はい。皆さんに重要なお知らせがあります。毎年やっています夏のお台場のイベント、今年はお台場夢大陸、名前を変えて心機一転、またお台場を盛り上げていくんですが、なんとその PR 隊に初めて男子アナウンサーが選ばれました。いいんですか？いいかどうかは皆さん次第。花ではなく、お祭り男になっています。お祭り男、今年は夢大陸のサブテーマが夏祭り。うん、じゃあもうやっぱりお祭りといえば男でしょ。脱いじゃってみたいな。ダメじゃねえかなと思って、正直。メンバーが気持ち的にいいテンションあったんですけど、うん、気持ちはいいんですけど、うん、ちょっとみんな体追いついてねえんじゃないかなと思いまして。体ちょっと10分後会議室で集合してください。怖い。なんで怒られるの？これ怒られるな。これだから、簡単に言うと、谷岡が今太ってんの。太ってきてんの。はっきり言った。いや、さ、すごいじゃん。シックスパックとかよく言いますけど、うんうん、僕は1個に集約してるだけで。ワンパックでしょ。、うん、そんな困ってるわけではないです。だから谷岡に関するだけの話じゃなくて、皆さんにも言えるかなんですよ、これ。みんな寄せてる。生田とかだって痩せたらもう死んじゃうね。スランペラよ。でも、リュウヘイ、あのパパの厚みはないよね。いや、そう、確かに。そうですよ。パパとしての感動そうか。頼りなさはある。ちょっと腕が細いでしょ。ね、そうなんだ。今回、夢大陸の PR 隊という大役を仰せつかりました、我々。それなのに、この体でいけんのかって話ですよ。ひと夏を乗り切るためには、強靭な体が必要でしょう。だからね、夏までに自分たちの体を変えようって企画なんですよ、これは。いや、ちょっとやりたい、それ。みんなでやっていこうってこと。はい、あ、プラス、えなみさんが先生になって、私たちにいろいろトレーニング教えてるっていう感じ。まあ、えなみ流ですね。えなみもこれまでいろんなジムを渡り歩いてきましたし。これも今年30ですけど、もうだから高校1年の時からもう始めたから、もう15年、人生の半分筋トレやってますからね。いや、やっぱ男性アナウンサーもガッて頑張ってるっていう姿をバンバン露出したいと思うんですよ。地上波であんまりこう露出しない耳が痛いです。頑張ろうよ。頑張るぞ。よし、みんな俺についてこい。お前ら俺についてこい。お前ら俺についてこい。こちら、
蘇生系です。何うわー、初めて見た。蘇生系、自分の代謝だとか筋肉のバランスだとかが分かりますので。へ、はい、じゃあ、はい、中波さんからいきます。中波さんが、乗っていい、乗ってください。乗って、はい、乗っていい。体内年齢お20歳。細い。すごいね。体年齢は、はい、体年齢17歳。細い。はい、坂根氏。俺も多分割と太ってますけど、ね。いや、ちょっとね、太ったよ、坂根氏も。体内年齢が坂根氏君30歳なので。あら、体重はそんなないですからね、僕。体内年齢18歳。あら、若い。若い。さあ、大村。はい、お、体内年齢19歳。まあ、標準。未成年。一番やってる。本物。これこそアスリートですね。体内年齢17歳。めっちゃ大きい。生田さん同級生だよ。同級生。高2。理想的です。わー。重い。体内年齢33歳です。先輩だぞ。体脂肪でいうと軽肥満、BMI でも肥満に入ってます。あー、やばい。ひどいな。もうなんか全部脂肪に見えてきました。脂肪に見えてきた。それやめて。脂肪に見える。皆さん、ということは、いい企画になりそうです。